今日の夜ご飯は何ですか？バーベキューです。やったー。お外で食べましょう。え、ね、お外で食べましょうって言ったら超絶カミカミだった。噛むようなところじゃないんだけど。ちょっと風があるけどね。うん、じゃあ俺ちょっと外に出て炭を火を起こすね。うん、早くいい感じぐらいの火にしてください。はい。ちょっと離れててもいい。ランタン持ってくるかな。ランタン、うん、ガスランタン。初めて使うのが家っていうね。今日結構風があるからいいテストになるよね。うん、どうですかこの柔らかい明かり。明かりだらけやな。
ない火がちっちゃくてもダメなのかもね。うん、こんぐらいかな。するならいいのかな。よいしょ。はい。これは完全に飯テロやな。うまそう。久々だよね。うん。バーベキューすんの。半年ぶり以上。うん。そうだね。この間しようって言ったけど、結局雨だったんだよね。うん。雨だったし、時間なかったし。だったよね。それでもしたいって聞かなかったけど。私。したかったよね、あの時。やっと夢が叶えましたよ。ささやかな夢が。でもこういうささやかな楽しみがないと頑張れないよね。うん、はい、いただきます。いただきます。ゆっくり食べましょう。うん、ゆっくり食べよう。はい、はい、野菜ここにあるからね。明日みんな休み。そうか、その仕事。お父さん休み。うん。何すんの明日。何するかな。どうせゲームでしょ。それか編集。とりあえず、うん、編集をするよ。うん、草刈りをしないといけない。うわ、あぶね。おいしいんだもんね。美味しい時は、美味しい時はうなるよね、やっぱね。うん、うんってなるよ。ウインナー食べる人。うん。お、いいね、こんがり焼けてるね。うまいね、あんた。なんそのいらない才能。マシュマロ焼き。マシュマロ焼き師になれるじゃん。どいひー。あ、新しいドクターストーンみたい、お父さん。あ、私も見たし。マジで。そこなぁ。え、嘘けど、お父さん見てるの、私も全部見てるよ。なんて呪術回戦、お父さんも見てるよ。あ、そう、まだそれ見たわ。何が面白い。あれ、ね、超面白いよね、呪術回戦とか。うん、そう。やばいよ、ちょっと食べる。やだ。あ、早く進撃で巨人飲みたい。あ、新しいの。うん、進撃の巨人面白いよね。マジ面白い。え、もう今あの公開されてるの全部見たの？見てるよ。あ、そうなの、うん、一番最後まで全部見てるよ。最初から最後まで。めっちゃ人が死んだとこまで、うん、そうそうそう。へえ。あ、あれ見てん。この間言ったよ、ヴィンランドサガ。え、あの生々しいやつでしょ。まあ、ちょっと生々しいです。あ、無理無理無理。だけどすごい感動するよ。なんかね、アニメなんだけど人間味のあるね、ドラマで、ドラマを見てる感じ、アニメっていうよりは。もう CS の曲もう終わるんでしょ。あ、そうなんだ。なんか終わりそうって言ってるね、展開的に。え、でもバッドエンドで終わってほしいね。バッドハッピーエンドとかじゃなくて、うん、え、ハッピーエンドはさ、似合わなくない、うん、進撃の巨人に合わない。でもちょっと人が死んでるとこみたいな、早く。ね。
ちゃん。サイコパスやん。寒いでしょこっちゃん。寒いんだよ。こっちゃんほら、こっちゃんなんかあるよほら。これなんちゅうのけ？オケラ。あ、そうそうオケラオケラ。何オケラって？これ。え、なんかそれ気持ち悪い。あれモグラみたいに穴掘るの。オケラでほら。あ、歌であるじゃん。僕らはみんな生きているでオケラだってっていう。あ、ここここ。ここがめっちゃ見えてる。びっくりしてるね。大丈夫こっちゃん。大丈夫じゃないか、部屋に連れて行ってくれってねえ、こっちゃんね、そっぽ向き出した。怖そうじゃん、うん、ほんとそっぽ向き出したよ。連れて行かね、あっちおいで。はい、連れて。お母さんがこっちに大丈夫、どうせうるさいか。はい、怖いね。あ、これパチパチたまに飛んでくるから気をつけて。やばさにね。じゃあ私も離れとこう。よっこらして。一人ごとになるな。でね、離れたらまた一つ問題が出てくる。寒いって言う。でもファンって叩けるの。焚き火見ながら、焚き火しながらネットフリックス見たんですよ、うん、ずっとネットフリックス見た。お母さんでも8時半には寝たもんね。はいや、疲れたんだって。マジ早いよね、お母さんたち。平日は早いけどね、うん、寝ないと仕事に差し支える、うん、きつい、仕事が。まあ、だってずっとだもんね、うん、もう結婚してからね、うん、ではよくさ、お母さん一緒に寝れるよね、お父さんと。なんで？ちょっとうるさいじゃん、いびき。全然聞こえないよ。え、いびきかいてる。うん、かいてるよ。嘘だ、最近。だから寝れない時は、あ、ぜうるさいなって思うけど、もう私も最近ずっと寝れるからさ。うん。そんないびきかいてる？めっちゃうるさいよ。ねえ、めっちゃうるさいね。嘘だ。結構かいてるよね。めっちゃうるさいよ。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いっぱい食べましたね。はい。出ました。お腹いっぱいです。美味しかった。お腹いっぱい。半年ぶりぐらいかな、うん、バーベキュー。でももっとビール飲むつもりだったけど、350を一缶しか飲まなかった。ちょっと寒いんだよね、うん、風があるからね。でもお肉は美味しかった。マシュマロもできたしね、うんうん。このオレンジランタンね、うん、はい。この間買ったこのオレンジランタンをですね、今日初めてね野外で使ってみたんですけど、うん、結構風あったんだけどね、一回消えたね。消えたね、うん、の間にか消えてたね、うん、炎が結構ちっちゃく出したんですけど、うん、あんまり小さく出せすぎると、うん、まあ、消えるかなっていう感じで、まあ、それから若干火力を上げてあげたら、うん、まあそれからね、風が強かったけど消えなかったね、うん、強かったね。そして明るいし、おしゃれ、うん、そうそう今まあ北の電気を消して、うん、ランタンとこのオレンジランタンってね、そうそうそう。で、まあ、この2つのね、ランタンとね、うん、いや、オイルランタンとこのガスランタンで今いい感じ、うん、焚き火とね、そうそうそう、うん、焚き火とね、うん、いい感じなんですよ。ということでね、はい、今日はちょっと簡単な家族のバーベキューでしたけども、はい、ということで、はい、ちょっと強引な終わりだけどよかったらいいねとね、はい、あとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイ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 って言って、バイ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 。 Yesterday I lost the battle trying at all costs, oh, to keep you, babe, oh, to keep you, babe, doo-doo-doo, now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you, babe, oh, I lost you, babe, I said goodbye with tears inside.